ードマンのしつこい攻撃を受け、気球に穴が開き、操縦不能となったボスコ号は川へ不時着した。そのショックでタッティは川へ落ち、水を飲んで病気になってしまった。病気を治せる光るキノコを取りに洞窟に入った僕とアプリだが、フードマンも同じ病気で洞窟へ入ってきていた。攻撃してくるフードマンからやっと逃げ切り、キノコを手にした僕たち。ところがフードマンたちはみんな水を飲んでしまい、病気になって倒れていた。タッティに持っていこうとしたキノコを仕方なく3人に食べさせるのだが、フロークたち遅いな。早く帰ってきてくれよ。光るキノコがないとタッティが。フローク、アプリ、危ない、ダメだ。フローク、タッティ、しっかりしてくれよ、タッティ。フロークたち一体何やってんだよ。よかった。これでタッティの熱も下がるわ。これでよしった。やあ、さあ、おとなしく捕まるんだ。捕まるもんでした。いや、残念でした。アプリコット、フードマン貴様。甘いな。たとえ助けられても敵は敵なんだ。卑怯よ、フードマン。ザ・フローク、その車をこっちに渡すの。何？サモナイト、アプリコットは。アプリ。フローク、アプリ。しっかりしてくれよ、タッティ。タッティ。さらばだ、フローク。アプリ、なんて狭いんだ。早く出発せんか。はい。こっちじゃないって。どこ行くんだ。フローク、アプリ、アプリ、アプリ、フローク、フローク。これで何もかもうまくいったぞ。ジャック、フランツ、急げ。アプリコット、諦めるんだな。いくら騒いでもフロークは助けに来ない。今頃は池の底に沈んでるわ。なんとかここから逃げてフロークを助けに行かなくちゃ。うわ、今だわ。あ、待って、こら。おい、おい、車を止めるんだ。車を止めろってよ。いや、分かってるよ。ブレーキはと、これこれこれ、しっかり捕まってってくださいよ。早く急ブレーキかけますからね。それ、うわ、フランツ、スピードを上げるんじゃない。止めるんだ、はい、止めろ、止めなさい。だってこれ私初めてのもんですからね。ギアがこれよく分かる。フローク、大丈夫かしら。ダメだ、うまくいかないや。
もしボスコン号が川に落ちてなかったら一体どうなったと思うんだよフローク。仕方ないだろ、あの時は他に方法がなかったんだから。君はいつだってそうだよ、思いつき一つですぐ行動するんだから。君がリーダーならみんなを危険な目に遭わせるのはできるだけ避けるべきじゃないのか。僕はリーダーなんかじゃないよ。じゃあ俺に偉そうに命令するのはやめるんだな。僕がいつ偉そうに命令した。タッティ答えてみろ。それが命令だって言うんだよ。そうか、じゃあ君がリーダーになれよ。どうして喧嘩なんかしちまったんだフローク。もうじっとしていられないぞ。フロークたちの身にきっと何かあったんだ。やっぱり僕が行かなきゃ。フロークだけじゃ無理だったんだ。早く助けに行かなきゃ。よし、岩場だったらこれも必要です。あと必要なものは、よし、この先だ。急げ。あっちです、あっち。よし。待て。アプリコット、逃げても無駄だ。おかしいな。確かこの辺りで足音。おかしいですね。どこ行ったんですかね。黙りなさい。あ、いたぞ。あら。穴に落っこっちゃいましたよ。何してるの、追いかけなさい。あら、後ろから。これなんでよ。お前はそっち、お前はあっちだ。足はあっちです。いねえな。あ、こっちだ。そっちだからそっちで。捕まえてボスに褒めてもらおうと。来た来た、アプリちゃんの可愛い足音。少年捕まえた。何かとご苦労なこって。全くですな、バッカモン。どう、あそこだ、逃がすな。おえおえ。よし、追い詰めたぞ。これでに。これまでだな、アプリコット。なんなんだ、バッチだ。チクショ、流れが早く泳げないよ。あの音は。
室だぜ。これならボスココだって楽に飛べる。ボガも疲れた。いねった。フローク、アプリ、今助けに行くからね。ダメだ、重すぎてとっても歩けないよ。ああ、こんな時フロークがいてくれたらな。きっと何でもうまくいくんだろうな。そうとは限らないよ。それは謙遜だよフローク。ああフローク、フロークかい。ああ、フローク、フロークじゃないか。早く助けてくれよ。よし、それい。ナイス。はい、気がついた、タッティ。ああ、おった。ありがとう、助かったよ。いやあ、お礼を言うならフロークに言ってよ。フロークは？アプリを助けに洞窟に戻るって。よし、俺たちも行こう。で、洞窟ってどこなんだ？この川を遡ったところの滝の裏にも入り口があって、かなり大きなものらしいよ。大きいってどのくらい？フロークの話だとボスコ号でも楽に飛べそうなぐらいだって。ボスコ号がね。おった、俺たちもフロークの後を諦めたらどうだ。どうあがいても私からは逃げられんのだ。ボスはそうおっしゃってるぞ。
コナウ出てこい。コナウあ、来た。捕まるんだよ。いや、来ないで、来ないで。おお、来ないでって言ってるでしょ。ほれ、ほれ、あ、あ、あ、だから言ってんじゃん。ほら、待て。ちょっと待て。フランチ、どけ、お前が邪魔だもん。アプリ。それだ、あれ、あ、ボス、早くしてくれませんかね、もうフランツ、前に行って引っ張れ。あ、前ですか、はい、よいしょ、いいいあ、引っ張れ、待て、まったく背を焼かせるよな、ボスは。もう後ろ回ればいいんだよ、こうやってな。ほら、待てー、待て。足をくじいたか。そこまで、旦那、アプリコット。いやよ、あっち行って。さあ、良い子だから、うん、アプリー助けに来たぞ。あくっ、あああああフロック、やったな。アプリー、イエーイ、おいちょアプリー。上昇するんだ。オッケー。アプリ、大丈夫かい。え、よし、入れたな。アポス、あれ、お、待て、待て、あらだー、待てだー、待て。私はこんなに元気です。もう食らうか。待て、またしてもフロークのやつめ。くっ、うわっ、もう何すんの。これは、うわっ、すごい誇り。くそ、諦めませんからね、絶対。もう少しで出口だ。やっと太陽が見えるぞ。ええ、外に出たら私思いっきり深呼吸するわ。はあ、空気がうまい。あのキノコもうまかったよ、ゴーク。じゃあすぐ料理するよ。うん、待っててね。フローク、お腹すいただろう。いや、なになに。あら、二人とももう喧嘩はやめちゃったの。ん、ん、喧嘩。おい、フローク、俺たち喧嘩なんかしてた。え、僕知らないよ。そう、よかった。あ、うわお、何がおかしいんだい。まあいいか。
い、皆さん、今週のお話どうだった？まあまあ面白かったよ。そうそう。まあまあってどういうわけだい？だってさ、僕ら出てないんだもん。僕たちだって冒険したいよ。それもそうだな。どうだ、わしらも一つ冒険の旅に出ようではないか。そいつはいい。行こう行こう。と言いたいところだが、我々にはボスコ号がない。その通り。そこでだ、ボスコ号のクルーたちの苦労を忍んで川遊びをしよう。それでもいいや。な、うん、やろうやろう。エサ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 、どうしてくれんの？私の子供たちのいるところがなくなっちゃって。クロじいさん、どうしてこないやかな。いや、巣が戻るまでそうやってるのよ。スコーピオンの使いコウモリの命令を受け、フードマンはオアシスの人々をうまく騙し占領することに成功した。何も知らずに着陸した僕たちは警備兵に取り囲まれてしまった。次回ボスコアドベンチャー、フードマンのおかしなマジック、みんな見てくれよな。